フレディ、敵の飛行艇は？ダメ、もうすぐ追いつかれてしまう。この船は戦闘用じゃないから、敵に乗り込まれたらひとたまりもないわ。スルパンカンパニーの飛行艇から攻撃が開始されました。こちらも迎撃を開始します。手の空いてるものはガーディアンベース側面の機銃で牽制を。飛行艇を近寄らせないで。お願いエール、甲板に出て敵の侵入を阻止してほしいの。分かった、もう誰も死なせやしない。私がガーディアンのみんなを守ってみせる。モデル Z とモデル X の融合体。さしずめ、モデルゼクスというところか。ガーディアンを潰すつもりでここに来たんだが、このまま終わらせるのは惜しいな。あの男の仕組んだゲームに参加する資格があるか、もう一度試してやろう。あの男のゲーム、プロメテ、ずるい。なに、楽しみは残しておいてやる。こいつがここであっさりやられなければの話だがな。エール、フレディ下がってて。こいつは私がやっつける。予想以上の力だ。認めよう、お前は俺たちの仲間だ。このゲームに参加する資格がある。私がお前たちの仲間、一体何を言っているの。確かエールとか言ったな。気に入ったぞ。今回は見逃してやる。
もっと強くなれ。そして俺たちを追ってこい。モデル V が待っているぞ。エール、大丈夫？私は一体。プレリー様、敵の飛行艇が離れていきます。敵は撤退しました。被害状況の確認をしてください。それと怪我人の手当てを優先してあげて。了解しました。エール、司令室に戻りましょう。プレリー、知っていることを全て教えて。私は何者なの？なんでジルーは私を守っていたの？落ち着いて、エール。私たちも詳しいことは知らないわ。あなたを守るように命令したのは初代司令官なの。ガーディアンの初代司令官、プレリーのお姉さんの命令は、イレギュラー襲撃の生存者を保護すること。最初はなんでそんな命令を送ってきたのかわからなかったけど、モデル Z でジルエさんがロックマンに変身できた時やっとわかったの。ライブメタルで変身できるものはイレギュラー襲撃の生存者だけ。そう、あなたやジルエさんのようにね。分かっていることは本当にそれだけなの。普通の人とロックマンとを分ける条件は一体何なのか。おそらく全てを知っているのはセルパンたちだけ。全ての答えはこの戦いの先にってことね。分かったわ。ミッションを再開しよう。私は一体何者なのか、答えを掴んでみせる。